い通りですか。狙い通り。もう木の上は無理なので、そうだな、この辺からスーッとスーッとやってきます。なんだろう、なんかちょっとやっぱこの見た目に惑わされてうまく構えられない気がします。ワンタッチ。ワンタッチ。うん。伴奏聞かしてね。そう。セーフのやつ一番。なあ、リサちゃん。はい。さっきのね、うん、好きな人に続きね、うん、デート編。リサちゃん、はいはいはい、どういうデートが、うん、まあ、どうしようかな、初デートにしようかな。初デート。うん。初デートやっぱ失敗できないじゃん。うん、どういうデートが嬉しい。初デート。初デート。初めて2人で、どっか行くって時。そう、誘われました。いや、なんか映画館とかよりは、うん、こういろんなものを見て、ああだね、こうだねしてたいかな。じゃあ何だろう、映画館とかになるとさ、こうよっこう沈黙ね。そうそうそう、はいはい、なんか、なんかじゃん、なんかね、わかるわかる、会話したいじゃないですか。わかるわかる、やっぱり。でその後またご飯とかいうのも長いしね。そうそうそう、一日がね、なんかいろんなこうものを見て、なんか あの景色いいねみたいな、はいはい、これ物見たらいいねみたいな。じゃあ何、美術館とかってこと？全然違う、ごめん。それちょっと映画館近い話だ。まだショッピングモールとかの方がいいんじゃない？あ、ショッピング、あれこれ好き、これ、そうそうそう、これ買いたいとか、なんかそう、全然、なんだろう、アウトレットとかってこと？あ、そう、全然いいじゃん。あ、なるほどね。そうそう、物見てるようで物見てないみたい。聞いてる？聞いてる。ごめんごめん、ゴルフに集中してた今。打てそう。かぶってやっちゃった。エリーさん、これ林ギリギリ狙う感じですか？はい。完璧な球しか出ない。なんかすごいんだけど今日。なんであんな曲がるんだろう。らしくない？らしくないですね。じゅんちゃんはゴルフ以外で好きなことある？好きなこと、うん、寝ること。寝る。もうとにかく予定がないときは寝ちゃう。休みの日も。休みの日とか、そうだね。もう
予定があるまでギリギリまで寝てる人、ほんとむにゃむにゃ言ってる、ずっとむにゃむにゃ言ってる。夜は遅いわけでもなく早いわけでもなく、普通にどっちにしろ寝ちゃうってこと。寝ちゃう。例えば夜10時寝たとしても、12時寝ても変わんない。あ、もう起き上がる時間は変わんない。あ、そう、寝ることだって。他は他、まあお酒でも、あ、そうだ ね、お酒はまあ確かに飲むね、好きだね、酔っ払いたい。私はもうただ酔っ払いたい、うんうんうん、から、うん、酔っ払う飲み方をしちゃうね。あ、早かったりってこと。そう、もう早かったり、焼酎水割りとか、うんうん、なんだろう、すきっ腹で飲むとか、うんうん、そうだよね、あんまご飯食べない、うん、とにかく一回酔わせる自分を。ちょっとコンプラですよね今のね。いや、いいよ、別に。自分を酔わせるんでしょ。まず一旦酔わせる。自分をでしょ。そうです、そうです、そう、自分をね。コンプラじゃないよ。面白すぎるな。はい、新兵器 JGR ウッドスプーン打ちます。Thank you.